宇宙が与えてくれるインスピレーションがどういうものかを実感しておくといいです。さあみんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる始まります。そろそろ来年2023年が視野に入ってきている人も多いと思うんですね。仕事の事業計画や新しいプロジェクト、家族のこと、例えばお子さんが進級進学するという人もいると思います。または来年はもう自由に動けるだろうと見込んで旅行のプランを立てている人もいますよね。で、来年をより幸せに運気を味方につけて願いを叶えながら自分らしく過ごしていくためには、今から年内のうちにあることをしておくことが超大切です。今日は今月や12月のうちに準備しておいたらいいことを4つお伝えしたいと思います。まず1つ目は情報を選ぶです。今年もそうだったんですけど、来年は今年よりもさらに情報が混乱すると予測されます。その情報の中には見ているだけでいつの間にか不安になっていたり、いい悪いで判断するような情報があふれると思います。注意したいのが、自分の意見は正しいから間違っていることは正さねばっていう考えが元になって、誰かや何かを批判したり非難している情報ですね。これ意外と多いんです。いい世界にするためという動機から活動しているとはいえ、批判や非難していると、それは戦いのエネルギーを放っていることになってしまうんです。そうすると平和とは真逆のエネルギーになるので、エネルギーがマッチしないんですね。エネルギーがマッチしないと自分の波動がブレてしまうので、来年以降すごく生きづらくなったり自分らしくいられなくなってしまうかもしれないです。そうならないためにも、今から日頃見ている情報を選んでみましょう。その情報、批判や非難のエネルギーを放っていないかな。もし当てはまるようだったら違う情報にも目を向けるようにしましょう。そうやって年内はなるべく広い範囲の情報を拾ってみて、その中から信頼できると思う、自分の波動とマッチすると思う情報源から日頃の情報を入手するといいですよ。今は情報社会なので、自分から情報を選ばないとたくさんの情報が入ってきます。一番いいのは自分の波動が下がる、なんかこれを見ると怖くなる、元気がなくなるっていうものは見ないで、元気が出るような自分の波動が上がるなと思う情報を選んでいくと、自分の波動もそこに合ってきて元気になったり豊かになったり幸運になっていきますからね。なので今のうちに情報を選んで、どの情報からピックアップしようか自分の中で見極めるようにしてみてください。そして今月から12月のうちに準備しておいたらいいことの2つ目はコミットするです。自分が何にコミットするかをはっきり決めておくことが今のタイミングですごく大事です。コミットするとはどういうことかというと、私はこれをする、こうなるとはっきり自分に向けて意思表示をすること、それから意思表示したことに対して具体的に行動に移していくことです。仕事でもパートナーシップでも健康面でも自分の夢でも生き方でも、どんな分野でもいいので、自分のしたいことやどうなりたいかをはっきりとコミットしましょう。なんで今コミットすることが大事かというと、コミットしておかないと来年以降は振り回されてしまうかもしれないからなんですね。一つ目でお話ししたように、来年はもっと情報が混乱すると思います。もし自分に対してコミットできていなかったら、自分以外の誰かが言うことに振り回されてしまって、自分らしさとはかけ離れた日々を過ごすことになってしまうんです。そうなりたくないですよね。だから今2023年の準備として、何にコミットするかをはっきり決めることが大事なんです。何の分野でもいいので、自分はこうしたい、こうありたいとコミットしてみてくださいね。そして今月から12月のうちに準備しておくといいことの3つ目はグラウンディングです。グラウンディングとはしっかり地に足をつけること、自分と地球をしっかりと強くつなげておくことです。グラウンディングがちゃんとできていると、自分軸がしっかり確立できるので、1つ目のいい情報を選ぶも2つ目のコミットも簡単にできるようになります。つまりは自分らしさをどんな場面でも大切にできるんですね。で、グラウンディングの方法はいろいろありますが、ここでは私がおすすめする方法をご紹介したいと思います。
それは毎朝の簡単瞑想です。朝目が覚めたら横になったままでもいいですし、起きて座った状態でも OK なので、こんな感じでやってみましょう。軽く目を閉じて深呼吸をします。息を吸うとき、自分の体の外、体の下、地面のもっと深く、地球の中心から息を吸い上げるのをイメージしましょう。地球の内部から吸い上げた息が体の中心を下から上に突き上げて、頭のてっぺんから手に向かって抜けていくのをイメージします。息を吸い切ったなと感じたら、肺がいっぱいになったら、そのまま天から息を下ろして、息をふーっと吐きます。その息が体の上から下へ向かって、さらに体を突き抜けて地球の中心へと息が届くのをイメージしましょう。この深呼吸を数回続けます。深呼吸をするとき、自分の体が地球としっかりつながるのを感じるようにしてください。これで朝のグランディング瞑想は終了。簡単ですよね。1分あればできてしまうので、毎朝やってみてください。これを続けているとちゃんとグランディングができるようになりますからね。そして今月から12月のうちに準備しておいたらいいことの4つ目は、宇宙とつながるです。宇宙とつながっているとインスピレーションをキャッチすることができます。来年はより自分らしく生きていくために、自分が受けたインスピレーションから行動していくことが鍵になりますからね。なので今から宇宙とつながって、宇宙が与えてくれるインスピレーションがどういうものかを実感しておくといいです。それには3つ目のグランディングのための毎朝瞑想の夜バージョンとして、宇宙とつながるための簡単瞑想をしましょう。夜寝る前でも、湯船に浸かりながらでも、シャワーを浴びながらでもいいので、夜寝る前にするのがおすすめです。というのも、夜は潜在意識の時間になるので、より宇宙に対して意識が開かれるんです。夜に瞑想しておくと、私たちが眠っている間に潜在意識が宇宙にアクセスしてくれるようになります。まずグランディング瞑想と同じように深呼吸をします。地球の中心から息を吸い上げて、その息が体の中心を下から上へと突き上がります。上へと突き上げた息が天に届いて宇宙に広がるのをイメージしてください。息が宇宙に十分に広がったと感じたら、 2,3 秒だけ息を止めて、息が宇宙全体に広がっているのをイメージします。それから宇宙からキラキラした光が自分の頭のてっぺんから息とともに入ってくるのをイメージしましょう。光の息が体全身に広がります。全身隅々まで光が行き渡ったと感じたら、その深呼吸を数回続けてみてください。これで宇宙とつながる夜の瞑想は完了です。これも慣れたら1分もあればできると思いますので、ぜひ続けてみてくださいね。今日は今月から12月のうちに準備しておいたらいいことをお伝えしました。一つずつでいいので意識していきましょうね。今のうちにやっておくと、2023年を自分らしくより幸せに過ごすことができます。みんなもね、これはいつも意識しているとかね、これからこれをやってみるなどあったらコメント欄で教えてね。楽しみにしてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとね。今日はこういうコメントを見つけたのでご紹介します。のりこさんの沖縄のパワースポットの動画を見た直後に妊娠が発覚し、9年ぶりに昨年無事に出産できました。赤ちゃんに癒しパワーいただいてます。わー、おめでとうございます。嬉しいですね。この沖縄のパワースポット動画、みんな見てくれた人いるかな。ずいぶん前に出しているんですけど、ここはすっごいパワースポットで、いろんなことが起こる、あのね、奇跡が起こる場所でもあるんですね。で、確かにお子さんができる方も本当に多いんですよ。こういうコメント嬉しいですよね。で、ここは見ればわかるんですけど、なんといっても黄金の竜が私が行った時は出てきたんですね。で、この動画を見るだけでもパワーがすごいとおっしゃる方も多いので、ぜひ見ておいてください。で、
今ちょっとね、キャンペーンっていうのやってますけれども、今回ここに行ってヒーリングも行いますから、この動画を見るだけでもパワーがすごいとおっしゃる方も多いので、ぜひ見ておいてください。来年に向けてもいいですよね。で、実は今キャンペーンっていうのを行ってるんですけれども、このキャンペーン、この沖縄のパワースポットに行ってヒーリングも行いますから、私も1年に1回は必ずここの場所に行きたいなと思ってます。概要欄に貼っておきます。もし忘れていたら言ってね。でも赤ちゃんの癒しパワーいいですね。赤ちゃん抱っこしたい。じゃあね。